海上自衛隊最新鋭護衛艦の師、ロが就役し、佐世保基地へ配備が決定しました。今回は、この護衛艦の師、ロ就役ともが、味方の進化を詳しく見ていきますね。目下味方建造が進むにつれ、いろんな装備が変更されるみたいです。VLA を装備予定ですしね。安保関連3文書の改定が行われた2022年末の日本では、そこでこれまで長年続けられてきた防衛方針の大きな転換が打ち出されたこともあり、その内容は多くの大手マスメディアでも報じられ、様々な議論を呼んでいる。今回、これらの安保関連3文書では、現状の日本を取り巻く安全保障環境について、北朝鮮や中国を明確に軍事的な脅威と位置づけて記述しており、日本としてはかなり踏み込んだ防衛の基本方針を示したものと解釈されている。兵装としても、敵の対空ミサイルの射程距離外から攻撃を可能とするスタンドオフミサイルや、その運用方法を反撃能力として、懲罰的な抑止力として打ち出すなど、大きな防衛構想の転換が、そこからは伺える。具体的なスタンドオフミサイルの内容としては、現在開発中の12式地対艦誘導弾の能力向上型等が期待されているが、これら急いでも、地対艦型が、2026年からの配備と、今、少し時間を要するため、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も、現実味を帯びてきている。こうした日本の防衛力の抜本的な転換は、国政選挙を通じて、現岸田政権が国民からの支持が得られた状況を反映したものだが、やはり日本に色濃く残る左派勢力からは、そこかしこで、こうした路線を批判する言説が噴出している。それらの主張の趣旨を一言で表すならば、日本の自衛隊は専守防衛を掲げているのだから、反撃能力の獲得は不要にして有害であり、日本が周辺国との問題に対処すべきは外交交渉による話し合いであるといつもの論理を述べているのみだ。確かに日本が今後戦争や紛争に見舞われないように政治的な努力を行うことは当然であるが、万が一にもいざ有事となった場合に自衛隊の部隊が置かれる危険性を低下させ、有効な反撃を行えるスタンドオフミサイルは、必ず必要になる。大陸国同士の戦いである、今のロシア・ウクライナ戦争と、海洋国である日本の現状とをそのまま比較することは困難ではあるだろうが、ウクライナが、最初から、ロシア国内を、攻撃可能なスタンドオフミサイルを多数保有していれば、戦いは起こらなかった可能性もある。そうした事故に、都合の悪そうな、厳しい国際情勢の現実からは、目を背け、12式地対艦誘導弾の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルを日本が配備することは、戦争への道を歩むと非難する論調は、結局、日本を窮地に貶めると気づくべきだ。さて、そうした日本の防衛方針の転換の矢先の2022年12月15日、長崎では、三菱重工業者の中崎造船所で建造を終えたもが、味方護衛艦の、能代が、海上自衛隊の戦列に加わり、今年は、これで、3隻目の就役を迎えることとなった。目下、味方護衛艦は、1番艦の、目下味が、今年4月、2番艦の熊野が今年3月にそれぞれ就役を果たしており、両艦ともに神奈川県の横須賀基地を母港とする掃海隊群に配備されているが、急ピッチで建造が行われている。これらもが、味方護衛艦は、すでに4番艦三島が2020年7月に寄港、5番艦矢作と、名称未定の6番艦が、
2021年6月に寄港。同じく、名称未定の7番艦も、今年2022年6月に寄港され、これら7隻は、以後、1年に、2隻ずつが、就役を行う予定となっている。最上護衛艦は、今の計画によれば、総数で、22隻までの建造が行われることが決定されており、今の海上自衛隊の艦艇の中では、最も多い同一艦種となる見込みであり、今後の戦術の中核を担う、中心艦艇となることが予期されている。これらもが、三型護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの大きさを誇り、世界的に見れば、フリゲート艦に分類される規模の水上戦闘艦である。海上自衛隊では、大半の艦艇を護衛艦と呼称しているために紛らわしいが、マヤ型等のイージス護衛艦、DDG は、世界基準では、駆逐艦ないしは、巡洋艦に、相当し、もが、三型には、FFM という従来にはなかった艦種記号が与えられている。最上護衛艦を表す艦種記号の FFM とは、FF が、フリゲート艦、M が、マルチパーパス、多用途と、マイン、機雷を示していると考えられており、同艦の海上自衛隊の水上戦闘艦としての、これまでにない性格をよく表している。それは、従来の海上自衛隊においては、対機雷戦闘を担う艦艇は、もっと小型の掃海艇であったものを、フリゲート艦であるそれらより、はるかに、大きな最上護衛艦が担うという、役割の変更であり、新たな潮流だと言えるものだ。近年は、太平洋戦争後、国家間の海軍同士が、直接の戦闘に及ぶ可能性は、かなり低いと、召されてきたこともあり、海上自衛隊においても、対機雷戦闘を担う掃海艇部隊、掃海隊群の規模も削減されてきたのが、現実である。しかし、ここに来て、日本は、中国海軍の増強により、尖閣諸島などの南西諸島の島嶼部の安全を脅かされる事態に直面しており、これらの島嶼部の防衛策の一環として、対機雷戦も、水陸両用作戦の一部に組み込むことを起とした。そこで、そうした水陸両用作戦に投入すべき水上戦闘艦として、フリゲート艦に類するもが、三型護衛艦に、機雷の敷設、及び、除去の両面の能力を付与し、対艦、対地、対空、対戦の各分野とともに、それを担い得る艦艇に位置づけたと言えよう。三型護衛艦は、こうした南西諸島の島嶼防衛に際し、仮想敵国である中国側が、機雷による海上封鎖を行った場合には、その除去を行い、逆に、敵艦艇が、島嶼部への接近を試みる場合には、機雷封鎖を行うことを想定している。駆逐艦サイズの、もっと大型な護衛艦に比すれば、最上護衛艦の兵装は、水上戦闘艦としては、決して多くはないものの、多様な任務に従事させることが可能な汎用性の高い艦艇として、南西諸島の防衛を強化を目指すものになるだろう。三型護衛艦は、そうした汎用性の高さと、ステルス性を極限まで追求した、先進的なフォルム、そして、その大きさにして、乗組員数は、従来の約半数の90名まで減少させ、省人化を追求した点が最大の特徴だということができる。こうした省人化が、最上護衛艦で実現できた理由の一つには、これまでの護衛艦では、総艦を担う操縦室、情報収集を担うソーナー室、全体の指揮を担う艦橋などに分散されていた機能を一箇所に集約したことが大きい。これらの個別に設けれていた部屋ハモが、三型では、CIC、戦闘指揮所と、
故障されるスペースに集約されたことで、場所も必要人員も削減することに成功しており、艦の運航に必要な指示を一元的に管理する手法が取られている。またもが、三型では、そもそもの乗組員数を、こうした物理的な交付で削減できたことに加えて、海上自衛隊の護衛艦では、初のクルー制と呼ぶ、交代制での勤務シフトを導入し、艦艇としての稼働日数そのものも、従来より増加させる。これまでのところもが、三型護衛艦は、およそ一隻あたり500億円弱のコストで建造されているが、これは、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型が同約1700億円であることに比べれば、兵装の量の少なさはあるが、かなり安価に移る。も、が、三型護衛艦の収益に関して、アメリカの著名な経済誌、フォーブスは、自国のフリーダム級沿海域戦闘艦と比較しても、無難な設計で、コストに対して、兵装のバランスに優れると述べており、悪くはない評価だろう。ただし、現状は、後日の装備とされているもが、三型の16セルの MK41 VLS 垂直発射艦については、その数から互換防空に止まり、多層的な艦隊の防空には、イージス護衛艦の支援が必須となるだろうとも指摘している。